好きなものはお腹いっぱい食べたいよね。運動は？ああ、やっぱりめんどくさいよね。うんうん、わかるわかる。でもね、そんな生活していたら健康で楽しい毎日は送れなくなっちゃうのね。ああ、でも大丈夫、心配しないで。ちょっとだけ毎日の生活を工夫すれば健康で長生きできるようになるから。毎日の生活にプラス野菜1皿マイナス塩分 3g プラス運動10分ね、簡単そうでしょ。じゃあ早速始めましょう。ボロッチとやってみよう、プラスマイナスチャレンジ。どうしたの、ボロッチ。なるほどね、えらいね、ゴロッチ。一日に 350g 野菜は取ろうとしてるんやの。生野菜って意外と食べれんよね。わかるわ。そんな時はね、煮る、蒸す、炒める、揚げるなど調理方法を変えるといいよ。ピンポン。煮たりすると野菜って小さくなってかさが減るでしょ。そうしたら結構食べられるよ。その他こんな食べ方もいいよ。でもね、加熱するとビタミン C や酵素などの一部の栄養分が失われてしまうので、なるべく手早く加熱するといいよ。素直なゴロッチが大好きよ。ゴロッチ、お昼ご飯ってどうしてるの？あちゃー、やっぱりか。お弁当とかは？体調管理してくれる人は？ああ、なるほど。だからそのお腹なのね。だったら食生活、自分で気をつけないとね。外食って意外と塩分が多いんだけど、気をつけてる？ブブー。ダメやよ。1日1食分食べるだけで、実は目標塩分量を超えてしまうことがあるんやよ。これを見てね、塩分たくさん入っているでしょ。特にお子さんには注意が必要やね。子どもの塩分摂取量は大人よりもぐっと低いで、大人と同じ量の塩分を摂ると腎臓に負担がかかって病気につながるんやよ。ゴロッチもお子さんには気をつけてあげなあかんよ。その前に彼女でしょ。今日のプラス10分運動は腰回しで転倒予防です。それでは皆さん、腰回しをしてみましょう。足を腰幅に開いて、両手はあばらの下に置きます。さあ、お尻を回すようにして腰回し、上手に回せてますか？ポイントは顔は正面、動かさないようにです。さあ、それでは膝が曲がらないように、膝をぐっと伸ばした状態で動かしてみます。まずは横に揺らしてみましょう。ゆっくりと。さあ、次は前、後ろ。さあ、これをつなげていきます。さあ、腰、お尻を横、後ろ、反対の横、前、滑らかに動かしていきます。さあ、反対回しもいきます。お尻がきれいに動くことで転倒予防になります。
上手に腰を回して転倒予防。プラス10分運動で元気、生き生き。